はい、どうも、俺です。今回はですね、トイストーリー2の小ネタ全部拾うという動画の3本目ですね。前回の動画でですね、ウッディがね、ヤドセルである社長にさらわれて連れてかれたところまでは振り返りました。で、今回はその先ですね。はい。まず一つ目、まあ、これ小ネタというかね、まあ、よくわかんないとこですけど、ある社長のがバッグ持ってね、あるの家に帰るとこですけど、その中でウッディがね、なんかめちゃめちゃ右腕使ってるんですよね。右腕ぶっ壊れたので、使えないという設定があったはずなんですけど、で、ちょっと腕、おもちゃが腕取れかけるとどうなるのかっていうのは、疑問が残っててですね、トイストーリー4でも棒がね、腕取れてるんですけど、繋がってる時は普通に使えてるみたいなこともあるんでね、ちょっと、設定が定まってないんですよね。はい、なんか全然右腕使えたり使えなくなったり、します。証拠物件 A とかやってるところですね。おもちゃたちがアンディの部屋で、でその時に出てくるね、吹き替えだとね、レックスが犯行現場ぶち壊すところでね、偽ゴジラって呼ばれてるんですけどね、オリジナル英語版だとね、それゴスピラって呼ばれてますね。でちょっとゴスピラっていうのは完全に造語みたいで、調べたんですけど何も有益な情報が出てきませんでした。でまあ、意味合いとしてはちょっとスピルがねこぼれるとか漏れるとかなんでね、ゴジラから漏れたものみたいな、そんな感じの意味合いですかね。そこまでバチバチに決まったジョークっていう感じではないみたいです。ちょっとね、まずがミスタースペルで、こう、車のナンバーをね、調べてるとこなんですけど、ミスタースペルの読み上げがね、ET オマージュですね。ET の声がから来てると。で、吹き替え版だとね、あまりわかんないようにね、なんか普通の電子音声になっちゃってるんですけど、これ、オリジナル版の英語版の方見てもらうとね、わかるようにね、これ ET の声になってますね。で、ET もね、途中でエリオット少年のね、部屋でそれ使って通信機作ったりとかもね、で、重要なアイテムなんでね、そっから多分オマージュしてきたんだと思いますね。はい。一回ね、ウッディの、であるの部屋のとこですけど、こうやって登ってって、下見下ろすとめっちゃ高いとこで、はーって驚くとこですね。で、これはもう、めまいですかね。ヒッチコック、1958年、高所恐怖症の話なんですけど、下を見るとね、ビビるっていうシーンがね、何回も出てくるんで、それはめまいオマージュだと思われます。ね。で、ラウンドアップのメンバーと、もろもろ会っていくみたいな流れになっていきますね。はい。ジェシー、ブルズアイ。プロスペクターと会っていくわけですよ。で、プロスペクターの箱にね、ちょっと注目したんですけど、プロスペクターっていうのは、プロスペクトだから、プロスペクター自体は金塊掘りって名前なんで、職業の名前なんですね。だから、本当の、普通の人間っぽい名前は何ていうかって見たら、スティンキーピートザプロスペクターで箱に書かれてるんで、ピートってあれでは呼ばれてますね。で、このスティンキーピートっていうのがね、臭いピートっていう名前なんで、扱いかなりひどいですね。だから吹き替え版の日本語版ばっか見てると、そのプロスペクターがなんであんな最後切れるのかって、私は蔑まれてきたってヤスリ棚で売れ残ってみたいなシーンに繋がるんですけど、それがなんであんなブチ切れてんのかっていうのがわかると思うんですけど、スティンキビート臭いピートですからね、こんな売れるわけないんですよ。こんなの子供に人気出るわけなくて、もともとそういう不人気をずっとやってて、その中でやっと来たチャンスみたいなことなんで、やっぱプロスペクターも必死になりますよねっていうのが箱を見ればわかると。で、互換的にはスティンキーフィートね、これ臭いを習って意味なんですけど、これとね、もう似てる、非常に似てるんで、もうそれを多分意識したピートって名前だと思うんでね、かなり扱いひどいですね。多分こんなおもちゃ誰もいらないですよね、子供だったらね。はい。ウッディが自分のグッズがいっぱいあるじゃないかみたいな感動するシーンですね。で、ここにね、スプートニックっていう言葉が出てきて、ライフ誌とタイム誌もね、ウッディを扱って、ウッディのラウンドアップは使ってるわけですね。で、吹き替え版だとね、スプートニックって直接的なセリフないんですけど、アメリカ、英語版だとあります。まあ、何があったかっていうと、やっぱりソ連のスプートニック1号のスプートニックショックですね。で、1957年ね、10月4日に、人類初の人工衛星スプートニック1号が上がって、で、そっから宇宙のね、バズみたいな、そういうおもちゃがね、一気に流行り出したっていう流れがあるっていう風に説明がありました。で、このね、ライフ誌のね、雑誌見るとね、1957年の6月12日でね、スプートニックショックの約4ヶ月前なんでね、まあ、ここから4ヶ月で人気が一気に下がってしまったんじゃないかっていう風に考えられますね。はい、まあ、そんぐらいです。で、これの後にね、バズたちがもう一回あるの社長の CM 見つけようと思って、ずっとテレビ見てるとこですけどもね、まあ、ここね、まあ、有名ですけど、チャンネル変えるとピクサーショートフィルムがいっぱい出てくるというね、はい、ルクソージュニアからレッツドリーム、ティントニックナックっていうこのトイストーリーの前に作られた4作品とね、あとキューピクサーのロゴとかね、そういう本当に最初期のデモ映像も混ざってる感じですね。あるの社長の地図をメモして、それで出発するわけですけどもね、ウッディ捜索隊の選抜メンバーが、まあ、志願者はいるかみたいな感じで、で、バズ、スリンキー、ハム、ポテトヘッド、ね、ネレックスと。で、まあ、このメンバーになったんですけどもね、まあ、ちょっと気になったのは、まあ、これ小ネタというかね、あれですけど、
お前らも行けよっていうとこですね。特にね、この見送ってるロッキーなんかはね、トイストーリー1の時でね、トラックの荷台のレバー上げてたんでね、成人の男性並みのパワーがあるというふうに思われるんです。絶対役に立つね、スレッタがいいんですよね。あとね、トイストーリー4でね、もう圧倒的な身体能力を見せつけたボーとかもですね、これ連れてったらいいんですよ。で、まあまあ、これはまあ、そんぐらいですわ。で、その後ですね、で、もう一回ウティのラウンドアップ見て、ウティのおもちゃとかを振り返ってって、で、博物館に行こうってそれを拒むみたいな、それでちょっと一悶着みたいなところですね。んで、その時にウッディの腕が取れちゃうと。トイストーリー1、2、4とね、腕取れるくだりあるんでね、まあ、そんなに、腕取れがちっていうね、意外とね、トイストーリーシリーズ腕取れがちです。はい。で、シーン映って、まあ、もう夜になってね、この道をね、このバズと選抜祭のメンバーがね、横断してるところでね、ハムとポテトヘッドが疲れたみたいなこと言うと、バズが演説始めるところですね、ウッディは諦めなかったから。で、彼は私の友達救いに行こう的なところですね。で、ここはですね、アメリカ版と全世界版で背景が違うという。ね、これアメリカ版だと星条旗。バックが星条旗になってるんですけど、全世界版だと後ろ地球儀になってますね。で、この後ろの地球儀っていうのがね、一作目でね、バズが突き落とされたね、アンディの部屋にある地球儀っていうのに似てるっていうのもね、あるんですけどね。もう一個あって、まあ、ここは多分チャップリンの独裁者のオマージュなんじゃないかなというふうに思いますね。似たようなね、線路入ったね、地球儀も出てくるしね。まあ、オーバーな演説から、で、後ろに国旗あるみたいな形式もやっぱチャップリンの独裁。ほんで、ある社長が寝てるところですね。ある社長が寝てて、腕取り返そうとするシーンに繋がると。んで、これね、これは突っ込みどころというか、あれですけどね、スナック飛び散りすぎですね。本当に多分50センチぐらいしか、この、お椀から落としてないんですけどね、こんなに振りまかないですよね。これ自分で、あらかじめ巻いてたんじゃないかというふうに飛び散ってるんでね。まあ、多分、ある社長は寝る前にね、自分で巻いてたんだと思いますね。ほんで、起き上がってある社長のね、後ろにね、絵が飾ってあるんですけどね、これね、これもまたバグズライフです。もうバグズライフ、ずっとバグズライフいっぱい出てきますね。はい、隠れバグズライフということで、もう4つ目です。はい、ゲルニカみたいな、キュビズムみたいなね、形で描かれてるバグズライフがね、ある社長の部屋には飾ってありますと。んで、この後ね、喧嘩するんですよね。テレビつけたんだろうみたいな感じで、ジェシーとウッディがね、言い合いになるんですけどね。これね、吹き替え版だとね、自分の胸に聞けよってウッディが言うんですよ。で、それ聞くと、ジェシーがブチ切れるんですよね。で、なんか見た時になんか温度感合わないなと、なんでそれ言われるとブチ切れる、そんなブチ切れるんだろうって思ったんですけど、まあ、これオリジナル版のね、方でね、セリフ見てみると、if the boots fits ってウッディが言ってるんですね。で、これは有名な、なんか、ことわざで、向こうのことわざみたいなので、the shoe fits wear it っていうことわざですね。思い当たる節があるだろうっていうね、靴が合うならそういうことだろうっていう、まあ、そういうね、ことわざなんですけど、それをね、カーボン風にね、靴のシューをね、ブーツに変えてるんですよね。これでカチンときたわけですね。まあ、これちょっと納得できますよね。まあ、そういう風に煽られたら、ジェシーもブチ切れるだろうと。